山口海生は日本の実業家。第2代日本電信電話株式会社代表取締役社長。同社元会長。京都府出身。東京大学第2工学部卒業後、1948年定止賞に入賞。電気通信賞を経て日本電信電話公社、建設局長、施設局長、技師長等を歴任。戦災によって、 壊滅状態にあった電話網の普及や電話の即時化等に貢献した。また、日米貿易摩擦の問題が浮き彫りになった1980年代には独自の資材調達方法を確立し問題解消した。民営化を経て1986年6月 NTT 副社長に就任。1988年6月 第3回定時株主総会において第2代日本電信電話株式会社社長に就任した。社長在任中に電電公社最後の総裁であり、前社長で当時の NTT 会長職にあった新藤久志がリクルート事件発覚によって辞任した。新藤は民営化した NTT の看板的存在であったため、山口はその後の社内の立て直しに尽力した。 企業理念、21世紀のサービスビジョン、中期経営計画を作成し、サービスの高度化と経営基盤確率の方向を示した。1990年社長を退き、振動辞任以後、空席であった会長を1996年まで務める。2008年12月30日死去。ありがとうございます。